次は女性用です。女性用スマホ待ち受け画像ですね。さんです。僕が思うショートカットが世界で一番似合う女性だと思いますね。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。久しぶりにね、上げた動画の中で反響が大きかった動画がありました。スマホの待ち受け画像の動画です。本当はその動画のタイトル通り2020年上半期の運気アップのスマホの待ち受け画像の動画だったんですけども、もっともっと紹介してくれ的なね、メッセージとか意見がわんさか届いたんですよね。結構質問フォームやコメント欄、現実の知り合いなんかからも連絡来ました。僕のような不人気 YouTuber ですらこんなにね、メッセージをいただけるんだら、もっと人気のある YouTuber の方は大変なんだなぁと考えさせられましたね。こんな風に待ち受け画像の話でも構いませんが、このチャンネルは皆様の質問や相談によって成り立っております。概要欄に URL の貼っている質問フォーム、もしくは普通のね、動画のコメント欄からメッセージをくださればいいと思います。公序良俗に反するもの、 YouTube の規約に違反するもの、プライバシー的にアップロードが無理なもの以外は、大体全ての相談にはお答えしていこうと思っています。また僕は SNS もやっています。 Twitter には軽めにできる風水、 Instagram には運気アップアイテムランキングなどを投稿しているんで、そちらの方もフォローしていただければ嬉しいです。それではたくさんいただいていたメッセージの中からお一人様の質問をいつものように読ませていただきたいと思います。質問、おかゆさん、女性の方ですね。ケンケン先生こんにちは。以前先生がアップされた動画の待ち受け画像の特集が最高でした。もっともっとたくさんの待ち受け画像を教えてほしいと思います。友達に教えたら友達もみんな令和大判の画像にしちゃってかぶってしまうので、もっとたくさん教えてほしいのです。私も飽き性なので、できれば定期的にこのコーナーを希望します。よろしくお願いします。おかゆさん、質問ありがとうございます。このおかゆさんのように待ち受け画像もっといっぱい紹介しろや的な意見が非常に多かったんですよね。なので急遽アップ予定の動画の間にこちらを差し込んで、この動画を先にアップさせていただきたいと思います。以前に続く続編で、本日も運気がアップするスマホ待ち受け画像を紹介です。またどういった理由でスマホの待ち受け画像を変えて運気が上がっているのかというメカニズムは別動画で解説していますので、気になる方は先にそちらをご覧ください。ではね、今日もどんどん画像を紹介していきたいと思います。ではいきます。まずは男女共用の金運アップのスマホ待ち受け画像から紹介していきたいと思います。なんといっても金運がね、男女ともに大人気なんでね。一つ目です。一つ目はアレクサンドライト宝石です。光の入り具合によって色が変わると言われている宝石です。皇帝の宝石と呼ばれていますが、奇跡の宝石とも呼ばれています。このアレクサンドライトの綺麗な画像を探して待ち受け画像にする。もともとがこのアレクサンドライトという石は幸運をもたらすという伝説がありますので、スマホの待ち受け画像には向いていると思います。このアレクサンドライト、すごい価値がある宝石なんで、実物を買うのはかなりお金持ちの人しか無理だと思うんですが、待ち受け画像だったらね、何カロットの大きさでも無料で設定できるので、自分の好きな大きさ、好きな形のアレクサンドライトを設定してみてください。画像なんで、だいたい緑か紫かに分かれていると思います。本も見るとね、ほんとこう角度によって色がね、まばらに変わるんですよね。多分動画もあると思うんで、気になる方は動画を一遍見てみてください。やっぱ実物見るのがね、一番どんな石かって分かりやすいと思いますけどね。はい、じゃあ次行きましょうかね。男女共用金運2つ目になります。アハルテケです。皆さん知っておられますかね。トルクメニスタン原産のお馬さんです。黄金の馬とも呼ばれているんですよね。その名の通り、写真の写り具合によってはほんとね、もう馬が黄金に輝いてるように見えるんですよね。結構ね、インターネットで検索してみると、すごい発色、金色に発色しているアハルテケの画像があるんで、そういったね、写りの画像のアハルテケを設定してみることをお勧めします。まあ写真によってはね、しょぼーんとしてる普通のお馬さんみたいな写真もあるんですけども、大体はまあプロのカメラマンが撮られたかっこよく光り輝く金色に光沢している馬の写真があるんで、それが走っている写真とかね、金運アップに向いているんじゃないかと思いますね。画像としてもぶっちゃけかっこいいです。
はい、2つ目いきました。大人気なんでね、3つ目も金運いきたいと思います。金運画像教えろ、金運画像教えろとね、もう毎日ね、呪文のように呪いのように言われるんで、3枚目もね、金運いきたいと思います。3つ目の紹介、黄金のムルガン像です。聞いたことありますかね。こちらはマレーシアにあるバトゥー洞窟にあるかなり大きな像なんですけども、もちろん金色なんですね。先ほど黄金って言いましたからね。で、写真はもうネットにもものすごい数落ちているんで、検索して自分の好きなのを選んだらいいと思います。顔のアップでもね、構いませんし、全身が写っているのでも構いません。もうかなり写真あります。有名なね、観光スポットなんで、現地の人もいれば旅行に行った人も撮ってますし、もちろんプロから素人まで写真が結構豊富にあるんで、いろいろ選べると思います。ほんとかなり大きいですね。僕も写真でしか見てませんけどね。あれを作った人、マレーシアの方なのかな。なかなかいいセンスしてると思いますね。僕はお腹がねちょっと弱いんで、東南アジアにね旅行って実際あんま行きたくないんですけどもね、これだけはいっぺんでいいから本物見てみたいと思いますね。生きてるうちに1回だけでいいんでね。今はねこのウイルスなんで海外とかうかつに行けませんけどもね、また時間とか機会があればね、一度は見に行ってみたいと思います。はい、ということでね、次行きましょう。次に僕が推す運気アップスマホ画像というのは、抑制型のスマホ待ち受け画像です。これはどういうものかというと、待ち受け画像のメカニズムの回の動画で僕が話していたものなんですが、僕はね自分の相談者には結構無理やりこちらの抑制型待ち受け画像にさせています。反強制ですね。というのも、解説動画の方では酒がやめられないおじさんの話をしましたが、そんな人が相談者さんって結構多いんですよね。その相談者らに使用させてる画像なんで、皆さんももしそういう症状とかねに当てはまる人がいれば、ぜひとも参考にねしてほしいと思います。まずじゃあ最初行きましょう。ダイエットしたい男女用です。つまりはね、健康運アップのスマホ待ち受け画像っていうことになりますね。ケイシーキングさんです。この人は体重320キロの巨漢ゲーム中毒男です。全くもう一人では動けないみたいでして、減量する手術を受けようとしているみたいです。ダイエットできないっていう相談者さんにはね、これを無理やり設定していますね。これになるぞっていうことでね。何か物を食べたくなった時は、まずスマホの電源入れろと教えています。まあ日本人がここまで太るのはちょっと無理ですし、この300キロになるっていうのはね、ある意味才能が必要ですが、自堕落な生活をしているからこういった体型になるんですね。バカすか何でも食べて運動もしなければ結果太ってしまいますよっていうことですね。最近ヤフーニュースで太っている状態から痩せていく姿をアップしてバズっている YouTuber さんがいると書いてましたが、まあそれと同じですね。人の振り見て我が振り直せってことです。でもそういうのって案外分かりやすく効果が出るんですよね。はい、次にこれ、抑制系抑止系ねの画像もう一発いきたいと思います。これは禁煙できない人、要するにヘビースモーカーの相談者に設定させている画像です。以前スモーカーズフェイスの双子の写真を解説動画で話しました。でもあの双子の写真って有名すぎるんで、僕がおすすめするのは田山幸則さんです。これ知らない人も多いんじゃないですかね。東大を出ながらパチンコを打ち、パチンコライターとして昔活躍されていました。今からね20年ぐらい前に亡くなった方なんですが、いつもパチンコ雑誌のね連載コラムに、舌が痛い、タバコの吸いすぎかというくだりをね書いてたんです。もうほぼほぼ毎度ねその言葉書いてたんですよ。そしたら案の定それが当たったみたいで、舌がん、舌のがんですね、で亡くなられました。タバコ吸いすぎるとダメだよという意味で、禁煙できない相談者にはこの田山プロをどういう人か説明した後無理やり設定させています。まあ少し余談になりますが、命名詞の僕から見て雪のりというね名前、この漢字はちょっといただけませんね。さすがに東大出身ということもあって、他のライターさんの文章よりねうまくて面白くて好きな作家さんだったんですけどもね、残念です。と、抑制型のね画像を紹介しました。引き続き男性用女性用のそれぞれの運気をアップさせる画像を紹介していきたいと思います。まずは男性用のスマホ待ち受け画像いきましょう。ガブリエル・オーブリーさんです。何年か前に世界で一番かっこいい男に選ばれていました。確かにね、もうこれね誰が見てもかっこよすぎですね。多分日本人の僕らは100回以上整形手術をしようがこんな顔に絶対ならないと思いますね。まあ体もこんなにならないでしょうね。でも目指すのは自由です。少しでもねかっこよくなりたいと思う男性がいればね、こういったかっこいい男性画像をスマホを開くたびに見るといいと思います。
意識がね、やっぱ格段に上がってくるんでおすすめですね。まあちょっと別格に男前イケメン、まあ、そんなレベルじゃないかっこよさだと思いますね。はい、次ですね。次行きましょう。次は女性用です。女性用スマホ待ち受け画像ですね。モリーナ・パッカリンさんです。そうですね、デッドプールに出演されている女の人といえば分かりやすいでしょうかね。僕の大好きなドラマメンタリストにも出演されていました。まあ、僕が勝手に思うんですけども、僕が思うショートカットが世界で一番似合う女性だと思いますね。静止画で見るよりね、動画の方がもう断然綺麗なんですけども、ちょっと引くぐらい美しいですね。まあ、スタイルもすごいです。この人ね、40歳オーバーなんですね。でもとても40オーバーとは思えません。これで40オーバーなんですから、全女性もっともっと頑張らないといけません。ぜひ設定してほしいと思いますね。では人や仏像などばかりは嫌だという方もおられると思うんで、最後はね、風景画像を紹介して終わりたいと思います。じゃあ行きましょう。健康運から行きましょうかね。まずは健康運のスマホ待ち受け画像です。ミルフォードサウンドです。これはニュージーランドの南東の南西部、ややこしいですね、のフィヨルドランド国立公園に位置するフィヨルドです。もう早口言葉みたいになってますね。フィヨルドってね、学生時代習いましたよね。これも有名スポットなんで、検索すればいろんな画像が出てくると思います。虹がかかったものとか太陽が映っているものなど、幻想的なものが非常に多いですね。とても綺麗で健康的なんで、僕が話してくる意味がね、画像を見たら分かってもらえると思います。次は黄龍風景区です。中国にある場所なんですが、水が満ち満ちていて、ドラゴンの伝説があると言われてます。中国人龍好きですよね。ドラゴン大好きです。ドラゴンはもちろん金運の象徴ですから、いつも話す中国人が好きなアロワナも龍の化身ということで飼われているんで、金運をいっぱい上げたい人はこの黄龍風景区を検索して画像を設定してもらえばいいと思います。こちらも人気スポットなんで、いろいろな角度、いろいろな場所で撮った写真が5万とアップされています。なのでそこから自分の好きなのを選んでください。なんかね、プールがいっぱいあるような地形でね、不思議なんですよね。ここも一遍ね、旅行で行って近場でどういう風になってるか見てみたいですね。なんか変わった地形です。一度検索してみてください。はい、じゃあ景色の最後ですね。景色の最後はジープ島です。ミクロネシア連邦にあるそうなんですが、ここは地形の都合上、なんと3本の虹、三重の虹が見えることで有名なんです。まあ三連ですね。そしてその三重の虹を見たカップルは結ばれるという逸話があります。まあ、最後のね、風景画像は恋愛運をベースに選んでみました。ロマンチックですね。かなり離れた孤島なんで、行くことはちょっと難しいと思います。なので画像でね、満足しましょう。僕たちはね、そのメルヘンチックさとかいうね、ロマンさをね、まあイケてる画像だと思います。ぜひ恋人がいる方はね、パートナーと一緒に画像設定してみるといいと思いますね。さてそれとは別に、フルーツの盛り合わせ画像を設定すると幸せになれますかという質問をいただいてたんですが、これもね、多分誰かが言った都市伝説、僕がね、前のスマホ待ち受け画像の動画で話したタモリさんと似たようなものだと思うのですが、フルーツは別に幸運になる果物というのがありますんで、まあ、次回のね、運気アップするスマホ待ち受け画像でね、紹介していきたいと思います。と、今日は運気がアップするスマホ待ち受け画像を何点か紹介しましたが、何かをやめたい、何かを節制したい、何かを我慢したいという欲望が今ある人は、それによって失敗された方やマイナスイメージを引き出すものを独自で探したり作ったりして、待ち受け画像をオリジナルに作成するのも全然ありだと思います。作成した思い入れのある画像って、普通に拾ってきた画像よりもはるかにね、運気をアップさせてくれると思いますよ。本当にスマホというのはいいアイテムだと思います。これを運気アップに利用しない手はないですね。ただ最近カンニングに使ったりする人がいてるらしいんで、これは運気アップとは違いますね。待ち受け画像にね、試験に出そうな部分書いとくんですよね。いくらそれで試験に合格したり、いい点数取れたという結果は残っても、後ろめたいことをしたという記憶が脳に残るんで、試験の結果だけで運気アップと感じてはいけません。と、最後はね、道徳的にまともなことを言わせてもらいました。さて本日は、以前にアップした運気を上げるスマホ待ち受け画像の続編動画を、あまりのリクエストの多さから急遽予定を変えてアップさせていただきました。少しでも皆さんがお役に立ててくれれば僕も嬉しいです。こんな風に運気アップのスマホ待ち受け画像の話から、人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。高評価、チャンネル登録もよかったらお願いします。それでは皆さん、一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。